大砂嵐金高尾は、エジプトダカリー屋県出身で、大竹部屋に所属していた、元大相撲力士。身長189センチメートル、体重160キログラム。最高位は、西前頭筆頭。好物はちゃんこ、エビ、辛いもの。アフリカ大陸出身者にして、初のムスリムの大相撲力士でもあり、日本だけでなく、海外からも注目を浴びていた。しかし、 自身の不祥事により2018年3月場所前の2018年3月9日に理事会での引退勧告処分を受け現役を引退した。1992年エジプトの首都カイロで生まれる。11歳の頃にボディビルを始め14歳の時に相撲を初めて知る。それからしばらくした頃通っていたボディビルジムで体が細い青年と相撲をする。 この時本人すでに 120kg で、筋骨流々、相手は 65kg。自信満々で臨んだが7番取って全部負けてしまい、下手投げ、上手投げ、寄り切りが3回、立ち合いの変化が2回決まり手まで覚えているほど、大きなショックを受けた。片手で倒せると思っていたのに何度やっても勝てなかった。頭、パニックねと思い知らされた。 シャーランは身を見よう見まねで相撲を始め、2008年にエジプト国内の無差別級王者及び世界ジュニア選手権で無差別級3位となり、2011年の世界ジュニア選手権でも重量級で3位となった。幕下時代カイロ大学で会計学や経営学を学んでいたものの、相撲への情熱を捨てきれず、エジプト革命が起きた2011年8月に休学して来日。 六部屋で体験入門するが正式入門はどこでも断られた。七部屋目で大竹部屋へ入門決定。大竹親方は宗教とか外国人とかは関係ない。数との青年として見ているうちに最近の若者に見られなくなった熱いものがあったと語っている。大竹部屋は大砂嵐がかつてエジプトから 複数の相撲部屋に入門希望の手紙を送った際に、唯一返事が来た部屋でもある。他の部屋からは、返事がなく、唯一返事が来た大竹部屋からの返事も断りの、返事だったという。11月場所から同行。見習いとして同行した、11月場所中は、宿舎のトイレ掃除などテストを課せられ、兄弟子たちから、ちゃんとやっている。 話も通じると言われ同行から2ヶ月後に入門を許可された。2012年1月場所前に新弟子検査を受けた後に工業ビザを取得し、日本相撲協会の規定により、翌3月場所に初土俵を踏んだ。嗜名の由来は、本名の一部のシャーランにスナイコール社、嵐イコールランを当て字にし、大竹親方の嗜名、大の字をもらったというものであり、 下の名前の方には、金太郎は、熊と相撲を取って勝ったほどだからその強さに、あやかりたかったという願いが込められている。同年の5月場所では7戦全勝で、序の口優勝。7月場所では、放課式演のため1番相撲から休場していたが、3番相撲から、出場した。元来、大砂嵐は叱られるとなぜそうしたか説明ばかり、するので、はじめ大竹は、 口答えをするなとさらに何度も叱ることが多かったが、エジプト人はすぐには謝らずまず自分の行動を説明するらしい、と、後で知りようたけは文化の違いを理解したという。その後も順調に番付を上げていき、2013年1月場所では幕下に上がると同時に部屋頭にもなった。1月19日には、元横妻、大宝が急死し、 大砲の孫弟子にあたり当時ばっかの地位にあった大砂嵐が俺の目の届くうちに関取になってほしいという大砲の願いを叶えられず涙した様子が報道された。同年5月場所は東幕下7枚目の地位で7戦全勝の幕下優勝を果たし7月場所では十両に昇進することが発表された大竹部屋では現親方となって以来初めての関取である。 新重量場所ではラマダンを乗り越え、10勝5敗と勝ち越した。2013年エジプトクーデターの際に一時エジプトに帰国。各界イリアと初の帰国となったが、8月16日に日本に戻った。多数の死者が生じた。エジプトの混乱について、力士は政治や宗教に関する意見は言わない方がいい。としてコメントを控えていたが、 徳光和夫徳森。火曜サタデーに出演した際には、平和的解決は非常に難しいと述べた。翌、9月場所は直前に大腸炎に見舞われる不調が伝えられたが、東十両4枚目で10勝5敗。十両2場所で通過し、翌、11月場所で新入幕。エジプトからの新入幕は初めて。 初土俵から10場所所用での新入幕は、1958年以降初土俵では、スピード単独2位。この場所は、立ち合いの威力が思うように通用せず7勝8敗と、初土俵以来初めての負け越しを経験した。翌2014年1月場所は9勝6敗と初の幕内勝ち越しを決め、翌3月場所は、 初日から7連勝したことで前半では優勝も、期待されたが8日目に、遠藤に敗れた一番で右足付根を負傷。日本相撲協会に、右大体部内転筋座章で、約1週間の過量を要する見込みとの診断書を提出して10日目から休場したが12日目から再出場。以降14日目まで3連敗を喫するも、 先週楽の土曜響き戦で勝ち越しを果たした。なお、この場所14日目の北大気戦で3回のマッたを記録し、二人は取組後審判部に呼ばれ注意を受けた。この日は他の取組でも立ち会い、マッたが目立ち、鏡山審判部長は教習所からやり直しだと無然としていた。五月場所は12日目に勝ち越し、 最終的に10勝5敗と2桁勝利を挙げた。翌、7月場所は最高位を西前頭3枚目まで更新した。2014年6月30日、大竹部屋宿舎のある愛知、稲沢市内のレストランで、日没後の午後7時半から初の上位層当たり場所を迎えたことによる番付発表会見が始まったが、 日中に飲食できないことが考慮され、師匠の大竹と相談の結果、異例の時間に設定された。断食初日を終えた前夜は、宿舎で牛すじ入りガーリックチャーハン10人前で胃袋を満たした。会見では、興奮気味に取り口を話してしまい師匠に、たしなめられるという場面もあった。会見後には24時間ぶりの食事として、チキンカツカレー、ピラフ、唐揚げ、 エビフライなど、またも、約十人前を平らげた。この場所では五日目で、横綱、各流を救い投げに破って、横綱初挑戦初金星を挙げると、翌六日目に、春馬富士も引き落としに破って、史上初となる初金星からの二日、連続金星という快挙を達成。これが評価されて、勝ち越せば、自身初の三勝となる、四君賞を受賞することも決定したが、 先週楽の取り組みで、妙義流に敗れて負け越したため、受賞はできなかった。2015年は1年間を通じて、解禁できた場所ではすべて勝ち越して上位へ上がっては、怪我をして、休場を繰り返し、三票や金星の獲得はなかった。11月場所で左膝内側半月板を、損傷して、途中休場となると、 満身創意の状態で土俵に上がり続けるよりも、番付を落としてでも一度しっかりと治すことを決断。同年12月に内視鏡手術に踏み切り、2016年1月場所は、地震初の全球となった。重量に陥落した3月場所で復帰すると、まだ万全ではない中で13勝2敗の好成績を、上げて重量優勝をした。 日市前頭7枚目で迎えた5月場所は前半から好調だったが後半はやや失速し9勝6敗だった7月場所は古傷の左膝の状態が悪く全級となったこのため続く9月場所では重量へ陥落した2016年映画キング・オブ・エジプトの日本語吹き替え版に出演現役力士として初めて洋画吹き替えを務める 11月24日までに九州場所を急勝して勝ち越しをしていたが、11月25日の九州場所13日目に休場となった。安国神社法の大相撲、大砂嵐関の相手は極大成績十両6枚目の地位で急勝という微妙な成績ながら、2017年1月場所は幕内に復帰。初日から三連勝したが、 三日目の千代大流戦で勝利した後、自身も土評価に落ち、足を気にする素振りを見せた。すると四日目以降突如として、足の踏ん張りが効かなくなり、ここから十一連敗。千秋楽は勝利して、連敗を止めたが、前頭十六枚目の地位で4勝を11敗と不振に、陥り重量最高格が決定的となった。 東十両七枚目まで番付を下げた三月場所は、開幕から好調で一時9勝2敗として、優勝争いの単独トップに立ったが、そこから痛恨の3連敗。5敗で6人が並んだ千秋楽は勝利し、10勝5敗として、優勝決定ともえ戦に進出したが、豊響に本割に続いて破れ優勝は果たせなかった。 5月場所は西重量筆頭に番付を上げたが、2勝13敗と、制裁を書いた。新重量昇進以来の低地くらいとなる東重量11枚目の地位で土俵に上がった2017年7月場所は、星取りによっては、幕下陥落のピンチとなり得たが14日目に、勝ち越しを確定、先週楽は、敗れて8勝7敗となった。 9月場所は東十両10枚目で迎えた9月場所は9日目、終了時点で2勝7敗と幕下陥落も見える、星だったが、そこから持ち直して6勝9敗に収めた。11月場所は東十両13枚目の地位で迎えた。序盤は黒星が先行したが、7日目から6連勝で勝ち越しを決めた。十一日目の剣翔戦では、立ち合いの勝ち上げが、 クリーンヒットする形となり、剣章が脳震盪を起こすアクシデントもあった。最終的に9勝6敗と勝ち越し。2018年1月場所は、序盤から星が上がらない上に、後述の自動車事故の件で、途中休場し1勝8敗6九となり、28場所、守ってきた関取の座を失うこととなった。自動車事故に際して、重婚未遂疑惑が報道され、 女性が大砂嵐の不倫相手であると主張する動きも見られた。事故と不倫を受けて、相撲協会は解雇を含めた厳罰を下す方向で処分を協議し始めた。3月9日、相撲協会より引退勧告の処分が下され、即日引退を表明して、各界を去った。会のに、妻が運転していたなどと協議の説明をしていたこともあり、 退職金30%カットの重罰が下された。大砂嵐の引退後、大竹は大砂嵐の断髪式を行わないことを明かした。2018年4月1日放送のオールスター後夜祭にガチズモトーナメント出場者のサプライズ出場者として出演。これが引退後初のメディア出演となった。 すでに断髪しており、スキンヘッドにひげを蓄えた姿での出演だった。なお、入場曲は、ダルードのサンドストームであった。5月2日、ガチズモトーナメント決勝で対戦したジョシュ・バーネットの指導で、総合格闘家に転身し、ライジンに参戦することを公表した。7月29日に開催された。 ライジン11において、リング上から9月30日に埼玉、スーパーアリーナで行われるライジン13でデビューすることを発表した。9月30日、ライジン13で MMA デビュー。ボブサップ相手に 1R は打撃で優位に立つが2、3R は劣勢になり、消極的な試合運びからイエローカードを出された結果、判定負け。 両者スタミナ切れを起こす内容であり、スポーツ日本からも、アリーナは、失笑、世紀の大盆戦と書き立てられた。なお、この時の入場曲は、吹けよ風、予弁嵐であった。その後10月26日、雷神は、大砂嵐との試合契約を解除したことを発表した。一部報道で、同年4月に無免許運転を行った疑いが、発覚。 代理人を通じて本人に確認をしたところ、事実関係を認めたことを理由とする。立ち合いの勝ち上げや相手の胸をめがけての突っ張りを得意種とする一方で、とっさの叩きも見られた。非常に腕力と足腰が強く、がっぷり四つの力は横綱、大関を苦戦させるほどだったが、外して力任せな場面が伺えた。入門当初の大竹の評価は、 腕力はあるが体が硬く腰が高い。上突っ張りなので下からつけるようになればいい。と、荒削りさを指摘したものであり、新入幕会見では、幕内力士はみんな強い。俺の相撲は80.90%がパワー。幕内の相撲とは、全然違う。と自身の相撲ぶりに対する認識を口にした。勝ち上げについては、特に2014年7月場所に、 積極使用したことと顔面めがけて横殴りに見舞う、その変則の形から物議を醸したことがある。一行、立ち合いの勝ち上げは基本的に控えていたが、上述の通り2017年11月場所11日目の剣商戦でも勝ち上げを行い脳震盪を起こさせた。武蔵側には自分の形になった方がいいんだけど、相手の形になってから無理をしてるんだ。 だから怪我しちゃうんだよね。自分の形になるまで時間がかかってしまうという、この欠点が治れば、きっと三役までいけるよと評されていた。その荒々しい相撲が、あだとなり、特に2015年以降は、怪我に苦しんだ。2015年1月場所から2016年11月場所まで、解禁した場所はすべて勝ち越したが、怪我をした場所では、 大敗や全球によって大きく番付を落とすという動きを繰り返した。2016年11月場所前にお笑い芸人を集めて行われた座談会では広角家として知られる花輪が腕力だけで言っているからね。基礎からやったとしても癖が抜けそうもないし、そもそもの持っている癖が原因かもしれないしと感想を述べていた。ムスリムが 大相撲力士になる場合以下の4点が主な課題となる。こうした点に関して大砂嵐及び大竹部屋は必要に応じて食事を別々にしたり、こうした課題もトレーニングの一部と考える本人の努力によって両立させる方針であり、2012年の7月場所では実際に場所中にラマダンを迎えたが、 日没後に豚肉、アルコール類抜きのちゃんこ鍋を食べるなどの工夫で乗り切り、勝ち越した。2013年の7月場所では4日目から12日間が、ラマダンと重なる中、12日目に勝ち越しを決め、最終的に10勝5敗の成績を挙げた。本人は、成績は良くない。15日全部勝つつもりだった。ラマダンは大丈夫でしたと発言した。 この年はラマダン中に体重が7キログラムも減少した。本場所以外でも巡業においてラマダンの影響を受けて苦労することもあり、たとえラマダンが本場所のない時期でも大砂嵐はラマダンの苦労を避けられない運命にある。ラマダンの時期の大砂嵐は日中水分補給ができない代わりに大竹が様子を見つつこまめにホースで水をかけて後頭部や脇の下など、 リンパ節を冷やしたこともあったが、体が冷えて、稽古にならないのでやめたという。引退後テレビ出演。ありがとうございます。